演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら和歌山県のお土産お菓子いろいろ食べてみたいと思います。で、なんで今回この和歌山県のお土産お菓子をいろいろ買ったのかと言いますと、自分は旅行とかで結構現地のお土産のお菓子とかも買うのですが、それぞれ行くと思ったのが、そういえば地元である和歌山県のお菓子ってまだあんまり食べたことないな。どんななんだろう、他の県のご当地お菓子も美味しいけど、まずは自分の地元を知ることが大切かなと思って今回買ってみました。で、今回買ったのは JR 和歌山駅で買えるお菓子5つですね。人気のある3種類と、そしてちょっと気になった2種類を買ってきました。では食べていきたいと思います。あ、他にも梅干しとか柿の葉寿司とかも人気なんですが、それらは以前食べたことがありますので、そちらを参照にしてください。ではまずちょっと気になったお菓子から。こちらの薄皮まんじゅうとこの紀州五輪バウムです、ね、ではまずこちらの薄皮まんじゅうから食べていきたいと思います。こんな感じですね。では、本当におまんじゅうなのか、ほんとだ、薄皮だから剥がしちゃダメでしょうね。ちょっと小さめの小判型のおまんじゅうですね。中身はこんな感じになってます。もうあんこが見えてますね。ではいただきます。薄い皮は取り扱い注意ですね。本当に薄いので生地の食感はちょっと物足りない気もしますが、あんこはさっぱりとした甘さでとっても美味しかったです。あんこを楽しみたい人向けのおまんじゅうですね。では続きまして、こちらの紀州五輪バウム、これ駅のページに書いてあったんですけど、なんかの大会がなんか優勝したミスオーシュみたいですね。お店のインスタグラムとフェイスブックのページも書いてありました。で、あとこんな裏側に解説までありますね。お菓子工房沢さんというところで作られているようです。では、ちょっと出していきますね。この5つが2種類ずつ入っていますね。これはなんかこういうみかんとかベースとかそういうシンプルなのもあります。和歌山らしく炭もありますね。で、これ個人的にはこのショコラ山椒というのが気になりますね。なんか山椒ってピリリと辛いのも、どんなバウムクーヘンですか。まあまずはこのベースのシンプルなやつからいただきます。中身はこんな感じですね。炭は体には良さそうですね。でもちょっと物足りない。バウムクーヘンにしてはちょっと固めで、しっとりとした中にも食感を感じることができましたね。で、味はプレーンと炭はほぼ同じなので、どちらかといえば炭を買った方がいいかなと思いました。緑茶はちょっとお茶の風味が足りなかったかな。ショコラ山椒も思ったほど山椒が入っている、主張しているという指摘はないですね。で、有田みかんはさすがと言うべきですか。みかんの果汁の甘酸っぱさがふわっとふわったのでとっても美味しかったです。なのでバウムクーヘンの中では有田みかんをお勧めしますね。ではいよいよ人気お菓子3品食べていただきます。まずこちらの和歌山みかんラングドシャ、
これはどんな感じ。ラングド社は結構お土産でポピュラーな感じがしますけど、うん、かわいい。このみかんくんなのかみかんちゃんなのかわからないですけど、それを見てこんな風に作っている。で、これを割るとこんな感じですね。以前名古屋に行った時にオブラトーストラングドシャというのを買ったのですが、それと似たような感じですね、やっぱり。ではいただきます。和歌山といえばやっぱりみかんですよね。サクッとしたラングドシャ生地の中からみかんの甘酸っぱい果汁が存分に生かされたクリームが広がってきて、とっても美味しかったです。みかんの甘酸っぱさを堪能したい方にはおすすめですね。続きましては、はい、こちら紀州銘菓ゆずもなか。みかんは先ほどもあったように有名です。そこに有名かな。まあそれは疑問もしらないか。売れてるのは事実なんです。この福菱というお店で販売され、製造されているようですね。中身も、他にもいろいろあるみたいですね。まだ。モナカの皮の独特な香りが早くもしてきたぞ。小ぶりなのでなんかみんなで分け合っていくように良さそうですね。はい、中身はこんな感じです。ではいただきます。みかんだけじゃなくルーズも美味しいですね。ここサクッとしたモナカを噛み締めると、中から柚子の甘酸っぱいあんが口の中にふわっと広がって、でもそんなにしつこくなくてさっぱりとした感じが口の中で存分に味わえて、とっても美味しかったです。柚子も美味しいんですね。で、ラストはこちら、ちょっと先ほどの紙の中に書かれていましたけど、カゲロウです。これが一番人気ですね。まあ、これは先ほどお見せましたけど、省略するとして、はい、これテレビ番組関係ないですね。これはテレビ番組とかで紹介されたこともあるのですが、もしかしたらご存知の方もおられるかもしれないですね。まあ自分は今回初めて食べるのですが、どんな感じなのかな。ラグワーズというか、そんな感じの食感に触った感じですね。で、中身はこんな風になってます。ではいただきます。人気1位にしては、どうなんだろう。ちょっとサクッとした食感のある生地と中のさっぱりとした生クリームはとっても美味しいのですが、ちょっとご当地感に欠けるかなというような気がしましたね。ご当地感でいうと、先ほどのゆずもなかやみかんラングド社の方に軍配が上がります。こちらはこのサクッとした食感が人気なのかなと思いました。で、5種類食べてみましたが、その中に順につけていくと、まず一番下は、まあ一番下ってでも高いんですけど、このバウムクーヘンでこちらの点数とさせていただきます。で、その次、はい、薄皮、その次は薄皮蒸しまんじゅうですね。
これもちょっとご当地感が弱い気がするので、こちらの点数とする、まあ同率ではあるんですが、そして同じくご当地感が薄いのでこのカゲロウも同率で4、こちらとさせていただきます。そしてつまりご当地感、自分はご当地感の中にその土地でしか感じられないような美味しさ、特産品などの風味を感じ戻れているのかもしれないですね。で、その次2番目が柚子もなか、柚子の甘酸っぱさ、本当に良かったですからね。柚子が特産品なのかとかちょっと微妙な部分もありますが、そして一番美味しかったと感じたのはこちらのみかんラングドシャです。やっぱり和歌山はみかんですからね、あの甘酸っぱさ、これからもどんどん生かしてきて、カゲロウにみかん組み合わせたら面白いんじゃないかなとちょっと思ってしまいましたね。というわけで和歌山のお土産お菓子5つ食べ比べてみました。こういう風に地元のことを知っていくのも大切なことですね。これからも機会があれば食べてみたいと思います。では一瞬の約束果たすぞ、20歳まで。どんな約束なのか分かりませんが果たしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドエイネ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。